とこの日が来ましてですね、あの葉月様との、まあ、決着、いや決着じゃないですよね、これ始まりなんですよ。葉月様とのこれからの始まりが今日ついに来るわけなんですけど、もう見てる方は分かると思うんですよ。私はもうずっとニヤニヤしています。で、まあ、感謝があるので葉月様にはその感謝をお返しするにはリング上でたくさん蹴ってたくさん殴っていきたいと思います。そしてちゃんと V3 をして次の挑戦者はって感じですね。頑張ります。ありがとうございました。今日の試合をめちゃくちゃ楽しみにして毎日過ごしてました。めちゃくちゃ楽しかったです。そしてちゃんと防衛を3度目することができました。本当に楽しかったんだよ。まあ葉月様への感謝はこの試合で伝えることができたかなと思うので、まあもちろん次をやりたい人いるんですよ。え、あのね、渡辺桃ちゃん、そして中野田村ちゃん、そして葉月様ってきましたね。そしたら次誰かなって、誰かな。まあそれは今回は次のお楽しみということで、楽しみは最後まで撮っときましょう。まあなんとなく分かってる人もいるかもしれないけど、